次々と建物内に入っていく自転車。話題の複合商業施設モユク札幌の開業に先駆けて、札幌市がその地下に整備した南に西3地下駐輪場です。自転車専用で収容台数は743台、受付は午前6時から午前0時までで、1回100円、または1ヶ月1500円で定期利用することもできます。モユク札幌の中にできた駐輪場ということで、来月開業すればあの扉を通ってお店やポールタウンにアクセスすることが可能になります。チャイルドシートなどがついた特殊な自転車の専用スペースもあり、初日から早速多くの人たちが利用していました。利便性はいいと思います。街のど真ん中なので。近隣の駐輪場ほとんど定期が満員になっちゃってるところが多いんで、そういう意味でもキャパシティが増えるのはすごいありがたい。札幌市中心部の長年の課題、放置自転車の問題です。札幌市はこの駐輪場整備に合わせ、大通りすすきのエリアでたぬき工事4丁目から7丁目のアーケード周辺や国道36号沿いなど放置禁止区域も今日から拡大しました。こちらたぬき工事に近い歩道なんですが、幅が狭いにもかかわらず多くの自転車が並んでいます。新たに放置禁止区域になった場所には今日もたくさんの自転車が放置されていました。市の委託を受けた監視員が放置自転車1台1台に禁止区域が変わったことを知らせる紙を貼り付けていきますが、駐輪禁止区域でもあるにもかかわらず新しく1台止めていますね。近くの車両に禁止の札が貼ってあってもお構いなしです。放置禁止区域の拡大を知らないのか、自転車を止める人は後を絶ちません。放置禁止区域に自転車を止めた男性に話を聞いてみると、まあ困りますね。他に駐輪場もないですし、どっかに作ってくれればいいですけど、まあ、あっちにもありますけど、禁止にするならもうちょっと分かりやすい駐輪場を作ってほしいとは思います。歩行者や車椅子利用者の通行の妨げになると。札幌市といたしましては駐輪場を整備することによりまして、そのような課題を解決していきたいというふうに考えております。新たな駐輪場の整備とともに利用者にどう周知し浸透させていけるかが放置自転車を減らす鍵となりそうです。